CIA ワールドファクトブックによるヨーロッパの地域の分類北ヨーロッパ西ヨーロッパ中央ヨーロッパ南ヨーロッパ南東ヨーロッパ南西ヨーロッパ東ヨーロッパ南西アジア北アジア中央アジア中東国際連合によるヨーロッパの地域の分類北ヨーロッパ西ヨーロッパ東ヨーロッパ南ヨーロッパ西ヨーロッパ地域西ヨーロッパは西欧ともいいヨーロッパ地域の西部を指す ローマ帝国の下で統一されていたヨーロッパ世界は、ゲルマン民族の大移動を受けて、その西部であるロマンス語圏が、ゲルマン民族の諸王国の下に置かれるようになった。一方で、首都コンスタンティノープルを中心とするギリシア語圏は、ローマ帝国の領域に止まった。西方ヨーロッパでは、ゲルマン諸王国のうち、ローマ市のカトリック教会と結んだ、フランク王国が覇権を確立した。 フランク王国は北アフリカからイベリア半島を支配したウマイア朝の信仰を食い止め、カトリックの教皇から西ローマ帝国の定官を受け、東ローマ帝国の創始権から出したローマカトリック教会に帰還する独自の秩序を形成した。東ローマ帝国のギリシア化やコンスタンティノープルとローマの東西教会の相互波紋を経てローマカトリックをいただき、 ラテン語をリングはフランカとするロマンス語、ゲルマン語、西スラブ語圏とコンスタンティノープルを主座とする正教会をいただくギリシア語、東スラブ語、南スラブ語圏がそれぞれ独自のまとまりとなっていく。さらに東スラブ地域にはモンゴル帝国系の征服王朝が成立し、バルカン半島はオスマン朝に長らく支配され、 対照的に外来勢力の支配を受けなかった西ヨーロッパは東方から科学や哲学を学びながらも独自の文化を形成する。東ヨーロッパとは地理的特徴よりむしろ歴史、文化により区別される。基本的にこの概念は民主主義と関連していて、イギリスでは大検証マグナカルタにより議会が作られ、フランスでも三部会が開かれたことにより、 西欧といえば民主主義国家と考えられるようになった。また、西ヨーロッパの諸国においては、アメリカ合衆国やカナダと文化、経済体制、及び政治的な伝統において、多くの点で共通すると考えられる。第一次世界大戦以前においては、西ヨーロッパといえば、フランス、イギリス諸島、及びベネルクス三国のことであった。 第二次世界大戦後の冷戦期において、ソビエト連邦の影響力のもとに、共産主義化されていない、鉄のカーテンの西側の諸国を指すようになった。この時、東ヨーロッパの計画経済に対抗する、市場経済の様相を補完する用語として、イデオロギー的に用いられた。ゆえに、NATO の枠外の民主主義国家である、フィンランドスウェーデンスイスや、独裁国家であった。 スペイン・ポルトガルも西ヨーロッパに含まれた。また、地理的には明らかにヨーロッパの西部には位置していないギリシャ・トルコも NATO のメンバーであったということから西ヨーロッパに含まれることがあった。2004年のヨーロッパ連合の拡大まで西ヨーロッパの概念はヨーロッパ連合に関連して考えられることがあった。今日、NATO やヨーロッパ連合と西ヨーロッパの概念のつながりは 歴史的なものになりつつある。西ヨーロッパには多数の先進国が集中しており、北米や東アジアと並んで経済規模が大きいという特徴を持つ。また、抗議の西欧に含まれる英仏得意はヨーロッパにおける4大国、ビッグ4と呼ばれ、G7、G20 への参加や、世界の GDP ランキングで4カ国とも10位以内に、 収まるなど、列強が集中しているという特徴もある。国際連合統計局による分類冷戦における西側という意味で、西欧とされた国で、北、大西洋条約機構に加盟していた。非加盟国も東側ではないということで西側に、含めることが多い中央ヨーロッパに含まれる以下の国々を含む場合もある。一般的には、ブリテン諸島の以下の国々を含む場合が多い。 これらの国々は北ヨーロッパに分類されることもある。また南ヨーロッパの以下の国々を含む場合もある。ありがとうございます。